はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、現に利益を受けている限度、これの、まあ、意味について解説するとともに、あとは取り消しについての効果ですね。まあ、取り消しするとどうなるのか。まあ、これについても一緒に解説させていただきます。これは民法121条の2の内容となっております。で、一応上が原則で、下が例外的な扱いの内容となっています。まず、無効な行為だったりとか、取り消された行為っていうのは、原則、原状回復義務を負うんですね。例えば、私が土地を持っていて、土地を1000万円で売る売買契約を締結した。で、これについては私、心理留保、冗談で売買契約を締結したと仮定しましょう。まあ、冗談なんだけれども、まあ、土地も引き渡してお金ももらったと。まあ、そういった状況と考えてください。まあ、通常はまあ、ありえないんですけども、まあ、そういったことがあったと仮定して、まあ、仮定して、考えていただければと思うんですけども、まあ、冗談で1000万円で売るよって言って、まあ、それが心理留保を理由として、まあ、その売買契約が無効になったと言った場合、この場合、お互い元通りに戻す義務が発生するわけなんで、私が引き渡した土地っていうのは、もう今相手方のものですよね。相手方はその土地を私に戻す義務が発生します。一方で私は1000万円受け取っているっていうのであれば、その1000万円を返す義務が発生すると。まあ、いうことが原状回復義務っていう話なんですね。で、取り消しの場合も同じです。まあ、取り消しの方が分かりやすいかなと思います。例えば詐欺とかですね。脅迫とか、錯誤とか、あとは制限行為能力者が取り消しができる行為を行ったと。で、その後取り消されたといった場合ですね。例えば私が誰かから詐欺を受けて、土地を売っちゃった。1000万円で売っちゃったと。で、土地はもう相手方のものになっていて、で、相手方は私に1000万円もう渡していたと。まあ、そういった状況です。で、相手方が、まあ、例えば、善意だったけども、有価質。知らなかったけども、それについて落ち度があった。まあ、ちょっと考えたら、それ私が詐欺受けていること、知ることできたよね、と。まあ、そういった場合ですね。そういった場合、私は取り消しすることができるんですね。で、取り消しをすることによって、契約は、ま、無効になっちゃうんですよ。で、無効になるとどうなるかっていうと、これ現状回復義務をお互い負うって形になるんですね。まあ、そうすると、先ほどの事例と同じように、私は1000万円を返して、相手方は土地を私に返すと。まあ、その義務をお互い負うって話ですね。これが現状回復義務です。これが原則なんですね。無効な行為が行われた、また、取り消しが行われた。まあ、そういった場合っていうのは、お互い現状回復義務を負いましょうと。まあ、いう話です。ただ、例外的に、この現状回復義務を負わない場合もあるんですね。それが下の内容です。どういった内容かっていうと、無効な無償行為が無効であることを知らなかった場合、また無効な無償行為が取り消しできることを知らなかった場合、この無償行為っていうのは、例えば贈与とかですね、お金のやり取りがない行為のことを無償行為と言います。それが無効な行為だったと。例えば100万円をあげました。で、これが心理留保で、無効となったと。で、相手方は、まあ、それについて、まあ、知らなかったということで、無効であることを知らなかった。そういった場合、どうなのかっていうと、これ現状回復義務までは負わないんですよ。相手方は知らなかったというのであれば、全部を元通りにする義務までは負わず、現に利益を受けている限度だけ変換すればいいですよ。っていうふうなルールになってるんですね。じゃあ、この、現に利益を受けている限度って何っていう話になってくるんですけども、これは受けた利益がそのままの形で残っている部分、または受けた利益が別の形で残っている部分、これが現に利益を受けている部分なんですね。その100万円そのまま残っていたというのであれば、これは受けた利益はそのまま残ってますよね。なので、この場合はそれを全部返さないといけないんですけども、もし、その100万円のうち20万円、パチンコに使っちゃったと。で、このパチンコに使うっていうのは、実は、この現に利益を受けている限度、ここに入ってこないんですよ。つまりもう浪費しちゃってるわけだから、もうなくなっちゃってるので、ここには含んでこないんですね。つまり、100万円受け取って、20万円を浪費しちゃった。パチンコ代、競馬代に使っちゃった。というのであれば、残りの80万円だけ、
変換すればいいという話なんですね。じゃあ、生活費とか借金の返済で20万円使った場合はどうなるのか。例えば、生活費でちょっと考えてみると、私が100万円あげて、その中から20万円分を生活費として使ったってことですよね。で、そうなってくると、相手方は通常20万円使うはずだった生活費が残ってるわけですよ。つまり、これは別の形で残ってるって話なんですね。だからこっちに含まれてくるんです。で、借金返済についても、私があげた100万円の中から20万円借金返済当ててるってことは、その人の貯金、もしくは、ま、現金とかでは、20万円はどっかにあるわけですよ。まあ、別の形で残っているって話なんですよね。まあ、言い換えると、支払いを免れた部分があるわけじゃないですか。生活費にしろ、借金にしろ、これいずれは支払わなければいけないものがあったけども、それが支払わなくて済んだんですよね。20万円分。それが利益として残ってるっていう話なんです。だからこれについては、現に利益を受けている限度に含みましょうっていう話なんですね。浪費とはちょっと内容が違いますよね、ということで切り分けがされているんですね。まあこれについては正直、まあそのままもう分けて覚えていただくっていうのでも全然問題ないです。考え方としては今言ったような内容なんで、まあ考え方も頭に入れたいっていう方は覚えていただいてもいいですし、まあそこまでね、理解しなくても、とりあえずここだけ覚えるだけでいいやっていう方は全然それでも大丈夫です。それでもちゃんとね、覚えていれば点数取れますんで、重要なことで言うと、今言った無効な無償の行為について、相手方が無効であることを知らなかった、善意だったというのであれば、現に利益を受けている限度だけ返還すればいいんだよっていう話です。で、もう一つあって、それは、行為の時に意思無能力だった。まあ、意思無能力者だったと言い換えても大丈夫です。または行為の時に制限行為能力者だった。まあ、こういった場合です。まあ、これは制限行為能力者、こっちを考えた方がわかりやすいんですけども、例えば未成年者がバイク売っちゃったと。10万円で売っちゃいました。で、制限行為能力者、バイク10万売ったから10万円もらえますよね。代金をもらう。その代金、10万円のうち、例えば2万円をパチンコ台で使っちゃったと。いった場合、残りの8万円だけ、バイク屋さん、買い取ってくれたバイク屋さんに返還すればいいですよと。まあ、いった内容です。で、この2つについては、現に利益を受けている限度だけ返還すれば足りますよと。まあ、この2つは切り分けて頭に入れておくといいと思います。原則は、原状回復義務を負うんだけれども、この2つについては、現に利益を受けている限度だけ返還すればいいですよと。まあ、いった内容です。この行為の時に制限行為能力者だった。これ意外と試験に出る部分なんですね。なので、こっちもですね、もしかしたら出る可能性があるんですね。なので、まあ、こっちもできれば、頭に入れておくといいと思います。今言った具体例で頭に入れていただくのが分かりやすいと思いますので、ぜひ具体例頭に入れていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。